皆さんこんにちは。こんにちは。今日はリクエストにお答えしたいと思います。ワルツの、ビッグトップを説明したいと思います。早速行ってみましょう。組んだ状態から023 1 and 2 3 023 1 and 2 3。 はい、それでは男性の足型をやってみたいと思います。 PP から023、ここから、右足が前進します。1and 2 3 0 2 3 1 and 2 3。 このようになります。それでは女性のステップをやってみたいと思います。0 2 3 1と2 3023と23、このようになります。はい、一度踊らせていただきました、このビッグトップなんですけども、今回はワルツでやりましたけど、ワルツに限らずいろんな種目で、最近は使われるようになってきました、とても難しいステップですね。はい、今回のワルツのビッグトップは 1&2×3 というカウントで踊らせていただきましたが、次のステップが何をするかによって、人によっちゃ 1×2×3 っていう捉え方もいるし 1×2&3 という捉え方の、踊りをする方もいます。なので、特別絶対にこのカウントじゃないといけないっていうのは僕たちはないと考えていますので、皆さんも次のステップが何をしているかでカウントを決めてあげるというのをまず最初にお勧めします。はい、それでは、このビッグトップのよくある問題っていうのをいくつかご紹介したいと思います。まずはですね、組んだ状態から PP になりました。ここから出てって、この回る時ですね、女性が男性の前に出てくる時にこう男性が引っ張っちゃうとかね、こういうふうに、ね、なっちゃったり、この部分はうまくいったとしても男性がこの女性の周りを回る時に離れてしまうとかっていう問題が出てくると思います。はい、これはとても難しいフィギュアなので、結構悩んでる人が多いと思うんですけど、重要になってくるのは内回り外回りの、パートがどっちであるかっていうのがとても重要になってくると思います。はい、それではその内回りと外回りの、関係を踏まえながらお互いの注意点っていうのをやっていきたいと思います。まず、女性の注意点からやっていきたいと思います。女性はですね、このビッグトップ PP から入った時に023、1歩目の左足、こちらの左足は前進なんですけど、次のこの右足ですねを前進にやってしまうと、結構この時点で女性と男性が離れてしまうっていう症状が出てきてしまいます。そうするとその後もね、回り込むことがちょっとやりづらくなってしまうので、023 1、この後ですね、女性はエンドカウントを利用して体を男性の方に向けてあげる、要は交代の準備っていうのをしてあげてください。もう一度やってみますね。023 1円、こういう形になります。あまり良くないのは023 1円、これをやってしまうと引っ張られやすくなってしまうので、女性は2歩目 PP から出た1歩目2歩目はエンドカウントでクローズになってあげるというのを注意してやってみてください。はい、続きまして、男性のビッグトップに入る時の注意点なんですけども、男性は右足にあります。右足ですね。はい、男性は PP になって一歩出ました。この後女性をこちら側に移動させるときに、こちらのつま先をこのようにいつものように PP から出ていく時のように、まあ CBMP にアクロスってよく多くの人が言うと思うんですけど、このつま先の向きでやってしまうと結構な確率でビッグトップは失敗します。はい、このビッグトップの場合の右足のつま先は023、一歩出たらかなり内股にしてください。違い分かりますかね。こうではなくてこうします。はい、そうすると右足に乗った瞬間にこういうふうに女性を、男性であれば左側に誘導することができるので、女性からすると回り込みやすくなる環境が作れます。はい、それでは今の2つですね、女性が2歩目で交代の環境を作ってあげる、男性は2歩目でしっかりと右足を内股にしてあげるというのを踏まえて、いい方と悪い方と踊ってみたいと思います。組んだ状態から023 1 and 2 3 023 1 2 3。はい、続きまして、ビッグトップの後半部分ですね。今前半の部分というのは男性が中心内回りで女性が外回りになる部分をご紹介しました。次は女性が内回りで男性が外回りになるところなんですけど、ここの踊り方の感覚としてはファラウェイリバースからスリップピボットのところですね。はい、3から4にかけての踊り方に若干似てるところがあるんですけども、女性がですねこういう足をクロスしてる状態ではないところが、まあ、唯一違うところかなっていう感じです。ただ踊り方としてはスリップピボットとほぼほぼ同じような形になるので、ここで一つ紹介したいエクササイズがあります。はい、そのエクササイズで、男性は女性の、環境を崩さずに自分の踊りができるかどうかというところがとても重要になると思うので、このエクササイズ、ぜひやってみてください。それではやってみたいと思います。はい、それでは、今からビッグトップの後半がうまく踊れるためのエクササイズっていうのをやってみたいと思います。まずはですね、女性は右足に立つように、ちょっと美奈子先生見えやすいようにね、裾を上げてもらったんですけども、右足に女性は背伸びをして立っていただきます。はい、このような形ですね。背伸びして立ってもらう。はい、このような形になります。で、男性はですね、両方のホールドを女性と組んで PP の形になってください。はい、この形で女性がピンポイントに立っているところをできるだけぶらさずに左回転できるかっていう練習になります。一度やってみたいと思います。女性が片足に背伸びで立ちました。男性は PP になったらこの位置を変えずに回ってあげる。このような形になります。あまり良くないのはですね、最初の形はできて 1,2 歩はできるんですけど、後半部分でこうやって女性を引っ張っちゃう。これはですね、女性の体がここにあるのに対して、ここに立ってるのに対して、それをこう動かしちゃうってことですね。ここをしっかりとキープ、ここをキープしたまま、まあ、左回りだろうが右回りだろうが、ラウンドしてほしいんですけど、踊ってる最中にここからと引っ張ってしまう行為をしてしまうとあまり良くないので、この練習、ぜひともやってみてください。皆さんいかがだったでしょうか。今回のビッグトップの気をつけることっていうのは3つありました。まず1つ目は女性が PP で出てった後の2歩目ですね。2歩目は前進ではなくて後退になります。なので左足に乗った時にしっかりとグリッと回転して後退の準備をしてあげましょう。これが、カウントでいうとエンドカウントになりますね。ワンエンドの形になるので、気をつけてやってみてください。続きまして2つ目は男性の右足ですね。 PP から出た時に右足は CBMP にアクロスというふうによく教わると思うんですけど、アクロスはアクロスでもつま先がこのように感覚的には外旋ガニ股の状態ではなくて、ビッグトップの場合は内股にしてあげた方が女性は左回転に誘導しやすいので、これはぜひともおすすめしますというのが2つ目。はい、3つ目はビッグトップだけじゃなくて、スリップピボット、要はピボット系ですね。はい、ナチュラルだろうがリバースだろうが、ピボット系のアクションになった時にとても必要な行為になってきます。そのエクササイズとしては女性をしっかりとピンポイントに立たせた状態で男性がラウンドしてあげるという練習になります。今回は女性がやりましたけど、逆のパターンもぜひともやってください。男性が立ってて女性がその周りをラウンドしてあげる。はい、右回りも左回りもぜひやってみてください。これはもうどの種目どの行為のピボットアクションにも必要になってくると思うので、ぜひとも頑張ってやってみてください。それでは皆さん頑張ってください。